スタジオリバーサイド、こんにちは、竹下敦です。この前ね、ギタリストの加納治先生と、レッスンしていた時に、あのエリック・クラプトンの Wonderful Tonight っていう曲があるんですね。この曲のね、どこが一番難しいって、クラフトンがね、マイクの前で Tonight って言うんですよ。で、その話をね、加納治先生にしたんですよ。で、まあエレキギター持って、あのこういうアルペジオが、弾けてるじゃんって言うから、いや、そこじゃないじゃないですか、問題はって。どこがうまくいかないわけって言われたんで、だからマイクの前に立って最後ちょっと困った顔で Tonight っていうところですよって言ったら、先生もつぼにハマったみたいで大笑いされましてでもね、僕的にはね、アメリカ人が言う、まあ、てか英語ね、英語と米語って違うと思う。アスクとかって、アスクってね、イギリス人が結構アスクって言うんですね。アイアスクとかって、で、あんまりアメリカ人でアスクっていうアメリカ人に会ったことがないかな。で、そんな話をしたら、結構だからクラプトンの英語って綺麗な英語なんですよね。で、それをすごく丁寧に Tonight これね、難しいんですよ。ここもうね、何年練習してっから、ここ何年か練習してるんですけど、うまくね、クラフトみたいに Tonight って言えないんですよ。はい、そんな感じで、最近あのギタリストの加納治先生とレッスンもただの雑談になりつつありますが、着実に確実にちょっとずつわずかずつ、進歩していると思っております。はい、ありがとうございます。そんなわけで、今日はまだ早いですけど、今日のご飯は何にしようかな、もやしを買ってきたんで、もやしと焼きそばにしようかなと思ってます。それでは竹下敦でした。